この動画はディジキーの提供でお送りします。こんにちは。今日はノイズキャンセリングイヤホンの自作に挑戦します。ノイズキャンセリングイヤホンの自作を始める前に、まずノイズキャンセリングの原理について簡単におさらいします。まず一つ目のノイズキャンセリングの方法なんですけど、こういった耳栓を使ったパッシブのノイズキャンセリングのやり方があります。よくこういったスポンジ状の耳栓がありますけども、こういったスポンジを耳の中に入れることで外からの騒音を遮断します。遮断というか減衰ですね。で、今日これから自作に挑戦するのがアクティブノイズキャンセリングです。アクティブノイズキャンセリングをするにはマイクとスピーカー、今回の場合ですとイヤホンが必要になります。例えば外部からこういうふうに何かノイズがあったとしましょう。そしてこのマイクでそのノイズを拾います。このマイクで拾ったノイズを電気信号にすると、例えばこんな波形だったとしましょう。こんなノイズをこのマイクで拾うわけですね。当然このノイズというのはどんどん空気中を伝わって耳の方まで届いていきます。これが耳です。ちょっとここ書き直しますね。この耳の中に仮想的にマイクを埋め込んだとしましょう。ちょうど鼓膜をマイクとして置き換えます。そうしますと耳の中に仮想的に入れたマイクにもこのノイズというのは伝わってきますから、当然まあノイズが何かこういうふうに聞こえてくるわけです。この耳の中に入ってくる音を減らすのがアクティブノイズキャンセリングなわけですけども、そのためにこのスピーカーとマイクを使います。ではどうするかというと、このマイクで拾ったノイズの信号を反転させた信号をこちらのマイクから出力すればいいのです。そうしますとこうやって伝わってきたノイズと、そしてスピーカーから出る反転した信号がですね、重なり合います。そうするとノイズキャンセリングします。そのノイズキャンセリングした結果、耳の中に仮想的に埋め込んだマイクではどういった音声信号になるかというと、ほとんどですねノイズがない、かなりですね綺麗な状態になります。これがアクティブノイズキャンセリングです。まあ、実際は音楽とか聞くと思うんですけど、例えば音楽の信号がこういう風だったとしましょう。で、音楽を聞きながらノイズキャンセリングするにはどうかというと、このノイズの信号を音楽の信号に足せばいいわけです。こういう風に音楽の信号にちょっとギザギザしたですねノイズの信号を乗っけます。そうしますと耳の中に仮想的に埋め込んだマイクではどういった音が取ってくるかというと、こういうふうに元の音楽とほとんど同じような信号が取り出せます。これがアクティブノイズキャンセリングが効いている状態です。ちなみにアクティブノイズキャンセリングしない場合ですね、音楽の信号だけをこういうふうにスピーカーから流すと、外からのノイズと音楽の信号が重なり合って、耳の中に仮想的に埋め込んだマイクではこういうふうなノイズ満載の音楽の信号が聞こえてします。これがもうノイズが聞こえてしまっている状態です。で、アクティブノイズキャンセリングにもやり方は2つあります。フィードフォワード方式とフィードバック方式です。今まで説明していたのはフィードフォワード方式です。で、マイクの位置がちょっと違うんですね。ここ耳、スピーカーがあって、で、ここにマイクがあります。で、一方でフィードバック方式の場合はマイクがスピーカーと耳の間にあります。フィードフォワード方式の場合はこのノイズをマイクで拾って、そのノイズの電気信号とオーディオの電気信号を重ね合わせたものをスピーカーから出して耳に届かせるわけです。ちょっと音楽の信号があると分かりにくいので、一回音楽の信号を取り除いてみます。この場合ですとマイクから拾った信号と反転した信号がスピーカーから出てくるわけですね。で、これがそのスピーカーから出てきた音波です。当然外部からの音もこういうふうに伝わってきますから、こういうふうに重なり合うわけですね。このノイズの音声とスピーカーから出たノイズキャンセリングの音声が重なり合うことで無音の状態になるわけです。ただこれですとフィードフォワード方式なので、この間には音が何もないであろうっていう感じになってしまうわけですね。フィードバック方式の場合はどうかというと、この外部からのノイズと音楽の信号がですね、一緒になったものがこのスピーカーから出てくるわけなんですけども、その音をですね、一回マイクで拾って、その信号をフィードバックするんですね。そうすることでこの間に音楽以外の音は何もないでしょうっていう風になるわけです。ちょっと分かりにくいので、この音楽の信号をちょっとゼロにします。何もないゼロというものをですね指令値にして、ということはどうなるかっていうと、この間にはですね何も音がないっていう状態を実現できるわけです。
まあ、このブロック線図の細かいところは、まあ、実はですねこの間にいろいろ原因とかそういうのが入っていたりするんですけども、まあ、ちょっと細かいことは抜きにして説明します。とりあえず最初スピーカーから何も音が出ていないで、そして外部からのノイズだけがマイクに侵入している状態を見てみます。そうするとマイクからの電気信号がフィードバックされて、そしてスピーカーから音が出ます。でスピーカーから音が出るとしましょう。そうするとこのスピーカーから出た音と、そしてノイズからの音がですねお互いに打ち消し合います。そうしますとこのマイクで拾う音はゼロの状態にできるわけですね。でその信号をですね、まあ、フィードバックしていくと、おなんか今の状態がちょうどいいなっていうことで、そうするとですねずっとこの状態を維持していれば耳に届く音というのは何もない状態になりますから、フィードバックがうまく働いているわけです。例えばノイズの状態が変わったとしてもこのマイクで常にフィードバックしているのでこのスピーカーから出す音も変えられるわけですね。そうしますとまたすぐに音が何もない状態になります。今回は原理的にもそして回路的にも一番簡単そうに見えるフィードフォワードタイプを自作してみます。とりあえずこんな感じでやってみます。必要なものはマイクとオペアンプとそして抵抗とキャパシタだけです。それだけで今回はやってみます。まあ、これはフィードフォワード方式でマイクから出てきた信号をまあとりあえず何倍かにします。でその後にそれを反転させる反転増幅回路を使います。でその後そのままスピーカーに接続するという構成です。これがマイクの部分の回路です。マイクを駆動するために 3V 電池とあとは適当な抵抗をつないでおきます。そしてこの部分ですね、この部分はハイパスフィルターです。まあ 10Hz くらいに設定しておけばいいかと思います。回路を設計した後一通り部品を買ったのでこれをですねその通りに接続していきます。この指先のサイズくらいのマイクで外の騒音を拾います。電池 3V です。マイクと直列に抵抗も接続。そしてハイパスフィルター用の抵抗とキャパシタです。抵抗は 100kΩ、 キャパシタは 0.1 マイクロファラッドくらいのものを使えばカットオフ周波数が 15Hz になります。マイクで拾った騒音を増幅します。ハイパスフィルターを使って直流の成分だけを除去して騒音の成分はその後の増幅回路に活かせる、そういった役割がハイパスフィルターにはあります。ハイパスフィルターがないと直流の成分も一緒に増幅されてしまいます。でマイクのセットアップができたわけですけども、このマイクに向かって話すとああこういうふうに音声の信号がですね出ています。あ音声以外にも例えば制限波の信号を加えるとこうなります。ちゃんと制限波の信号が出てますね。これ今 1kHz です。ノイズキャンセリングイヤホンの場合音楽の信号とあとはノイズのキャンセリングの信号を足し合わせてそれをスピーカーから出します。いきなりこの回路を作るとちょっと複雑になってしまいますので、今回はですねまず一番最初に作るのはこのノイズキャンセリングの信号だけをスピーカーから出すものです。でこれは電子耳栓的に動作します。次はマイクで拾った音を増幅します。ここにマイクの回路があってでこれがハイパスフィルター、そしてオペアンプを使って増幅します。マイク側の出力インピダンスはそこまで低くないと思いますのでオペアンプのプラスの端子にそのままつないで非反転の増幅をします。でオペアンプについては今回プラスマイナスの電源両方とも使えるものを採用しました。マイクから拾った音をどれくらい増幅するかですけども、これは実験しながらいろいろ確かめていきます。まあ、大体10倍から100倍くらいで、考えときますか。ここにオペアンプで10倍の非反転の増幅回路を作ったわけですけども、実際にマイクに音を入れるとああ結構振幅でかいな。この黄色の線がマイクの出力1マス 50mV、 そしてこの赤色の線が増幅部分の出力で1マス 0.5V です。まあ大体10倍くらいにしっかりと増幅できていますね。今音源とマイクはかなり近い状況ですけども、こういうふうに離していってもなんかそれっぽい信号が出ています。はい、こんな感じでですね、しっかりと増幅はできています。ここまで来たら次は反転増幅回路を接続します。非反転増幅回路で10倍に増幅した信号をここの反転増幅回路を使って反転させます。
何かこういうふうな制限波の信号が入ってきたとしたら、それをですね、位相を180度ずらした信号を、ここから出すと。ノイズキャンセリングの振幅を調整できるように、この部分で可変抵抗を使って最終的な調整というのをします。今回使ったオペアンプはかなり大電力まで駆動ができます。ですので、こういったちょっと大きめのヘッドフォンとかも問題なく駆動できます。電源は2つ使っているので、こういった接続で OK です。でここはスピーカーで、オペアンプとスピーカーの間に10オームくらいの、制限抵抗を入れておきます。これはなくても動きますけども、出力が短絡した時にオペアンプがもしかしたら壊れるかもしれないので、念のために入れておきます。で今日使ったこちらのオペアンプ2回路入りなので、残りの1回路を使って反転増幅回路を作ります。でこちらの可変抵抗と、あとは抵抗ですね、反転増幅回路を接続したわけですけど、先ほどくっつけたこちらの可変抵抗を調整することで倍率を変えます。実際にこの可変抵抗を回してみると、このオシロスコープの画面よく見ててください。黄色の波形がマイクで拾った波形で、そして赤色の波形が反転増幅回路から出力された波形です。こういうふうに位相が反転した、つまり180度ずれている波形を出力することによって、アクティブノイズキャンセリングができるわけです。この赤色の波形をイヤホンにつなげます。今こちらのヘッドフォンにオペアンプの出力をつなげたわけなんですけど、結構ハイパワーですね。こんな感じです。この可変抵抗を回して調整してます。こんな感じでね、意外とパワフルにオペアンプ駆動できます。この状態ですと半分音割れしてます。イヤホンにマイクを取り付けます。こういうふうにイヤホンの聞こえる部分があって、で外側にマイクをくっつけて、ここからですねノイズを拾うと。マイクで拾った音は先ほどから作成しているノイズキャンセリング回路を使って、ちょうどいい感じにノイズをキャンセリングする信号というのをこのイヤホンから出力します。電子耳栓ですね。試してみます。装着してボリュームを少しずつ大きくしていけば、あまり効果はちょっとわかんないですね。今周りが静かってのもあるんですけど、あまり効果は実感できません。ちょっと音を発生させてみて、それで効果があるか確認してみます。でノイズキャンセリングのボリュームを調整していきます。あまり効果はないですね。てかマイクでそもそもあんま音を拾えてないですね、この状態だと。こちらのマイクがついているんですけど、このマイクの位置によってですね、音の拾える拾えないっていうのが結構ばらつきがありますね。ものすごくいい位置にこのマイクを置かないと音が拾えないという状況になっています。もう一回やってみます。音が拾える状態にして、ちょうどいい位置にこれをセッティングして、そしてノイズキャンセリングをこの状態で調整していくと、効果ありますね。音がね、聞こえにくくなりました。もともと制限波でずっとピーってこれ鳴っているんですけど、音がちょうど拾えている状態で、これでボリュームを調整していくと、かなり音は小さくなります。ただ完全に消えてるかっていうと、消えていません。イヤホンを変えてみて、もうちょっと耳の中に入りやすいものを使ってみます。こちらの黒いやつの方が耳の穴によくフィットするので、パッシブのノイズキャンセリングの性能は上がります。こういうふうにイヤホン変えてみたんですけども、パッシブのノイズキャンセリングの性能は確かに上がっています。耳の穴によくフィットするので、ですけども、このアクティブの性能というのはほとんど良くなっていませんね。逆に性能が落ちたような気がします。ダメだなこれ。他にもこういったヘッドフォンとかにマイクをつけてノイズキャンセリングを試してみましたけども、あまり効果はありませんね。多少ですね、アクティブキャンセリングが効いて音は小さくなりますけども、ぼちぼちの効果しか得られないですね。
製品として売られているようなノイズキャンセリングイヤホンの性能には到底及びません。で、今はこういうふうに電子耳栓の状態で動いていますけど、この状態で音声信号を加えたとしてもうまくいかなさそうというのはまあわかることなので、今回はここで一旦断念します。動画の最初でちょっと逃げ道を作っておいて、自作には挑戦しますけど成功するとは、言ってないんですね。ノイズキャンセリングイヤホンも自作に挑戦します。なんでできなかったのか理由をいろいろと考えてみました。このノイズキャンセリングイヤホンを作ってて思ったことなんですけど、人間の耳ってものすごく感度が高いです。で、人間の耳ですと近くにいる場合はもちろんよく聞こえます。で、それがですね、少し離れたところに行ったとしても、人間の耳非常に感度がいいので、まあ、何か言っているなくらいのことは聞こえます。ですがこちらのマイクになるとどうか。で、今回使ったこちらのマイク、感度そこまで高くありません。こんな感じですね。あー、こんな感じでやっぱ話しているんですけども、遠くに行けば行くほど感度というのは低くなります。人間の耳ですとここまで感度は低くならないかなといったところですね。ですので、こういったマイクの選定というのはノイズキャンセリングイヤホンを作る上で非常に重要なポイントだということがわかります。何か適当なマイクを使えばノイズキャンセリングイヤホンが動く、まあ、そこまでノイズキャンセリングイヤホンは甘くありませんでした。で、それ以外にもどうやら調べたところ、フィードフォワード方式だけというのはあまり使われないで、どちらかというとフィードバック方式を使ったアクティブノイズキャンセリングの方が使われることが多いそうです。で、それ以外にもフィードバック方式と今回使ったこちらのフィードフォワード方式を組み合わせた方式というのもあるそうです。割とハイエンドなノイズキャンセリングイヤホンですとその2つを採用したものが多いそうです。ちなみに今回はアナログ回路で信号処理をしましたが、ノイズキャンセリングイヤホンとして売られている製品はデジタル信号処理を使って逆位相の信号を作り出していることが多いというのが調べて分かりました。マイク自体の性能であったり、デジタル、アナログ、そしてフィードフォワード、フィードバック方式、いろいろ改善できることはありそうです。で、今回作ったノイズキャンセリングイヤホンなんですけども、一応ノイズキャンセリング自体はできるんですけども、性能はそこまで高くありません。というかマイクの位置によってノイズキャンセリングできたりできなかったりといった感じです。で、今回はですね、どちらかというと失敗してしまいましたが、次回以降ですね、もう少し深掘りしてこのノイズキャンセリングイヤホンに再チャレンジできたらと思います。ということで、今日完成しなかったのは非常に残念なんですけども、今日のスポンサーのディジキーの紹介です。どうぞ。ディジキー日本語チャンネルの方に一見の動画が同じようにアップロードされているんですけども、そちらの動画には一見の特典映像があります。ぜひ見てください。ちなみに今回の特典映像は重大発表です。概要欄にリンクあります。最近ディジキー日本語チャンネルの方でもオリジナルのシリーズが始まっています。ホリエモンロケットとして知られているインターステラテクノロジーズのロケット開発のシリーズです。開発秘話であったり、開発で苦労した点など、宇宙航空分野のものづくりならではの話がいろいろ聞けます。このシリーズ、これまでに5本動画が上がっていて、その分野のプロフェッショナルがいろいろと苦労しながらロケットの開発に取り組んでいるのが本当によくわかります。シリーズ1本目の動画が結構面白くて、ロケットの振動に電子回路が耐えられるかどうかの振動試験をやっています。で、この映像を見てみると本当に一から全部手作りでやってるんだなというのがよくわかります。このシリーズ本当に面白いので皆さんもぜひ見てください。それでは最後まで動画のご視聴ありがとうございました。 T シャツ販売中、詳しくは概要欄から。